廃棄物処理セクターです。砂漠セクターへはこちらを通り抜けるのが一番の近道です。はい、残りのコアメダルはどこにあるんだ。オーズさん、怖いですよ。あいつを止めるにはもっと力が必要だ。だからコアメダルの場所を。オーズ、いい加減に落ち着け。ゼウスを止めるために俺たちがやらなきゃいけないのは力を求めることか。それは違うはずだろう。そりゃ力も必要だ。だがそれだけじゃゼウスと変わらねえ。俺たちは仮面ライダーだ。あとは言わなくてもわかるよな。ごめん、俺頭に血が上ってたかな。少し頭冷やしてくるよ。そうだよな、力だけを求めたら怪人と同じだ。お前の気持ちが少し分かったよ、アンク。まず目の前のポッドを本気出してみようか。開ける気がしないね。この付近に反応があります。こんなところに。よし、焦らず一つ一つ探っていこう。行ってみようか。
なんだこれ、ガイアメモリがいっぱいある。どれも壊れていますね。機能していません。実験で使われて廃棄されたもののようです。ゼウスの工程書にもガイアメモリのことが書かれてたな。この中からわずかな反応を感じます。一つだけ動作しているメモリがあるようです。ゴミの中に、ひょっとして転送で紛れ込んだダブルのメモリかも。この量じゃ取り出すにも時間がかかりそうだ。敵の反応を発見。大きさは人間サイズですが、質量が大きく強力そうな敵です。こういう時に限って、どうやらダブルの敵ドーパントらしいな。さっさと倒してガイアメモリを探さなきゃ。決まりでしょう。さて、それじゃガイアメモリを探すとするか。電電センサーで何かわかるかもしれません。メモリか。やっぱりダブルのメモリみたいだね。確かにルナメモリだ。
ようやく6つ揃ったぜ。しかしガイアメモリが大量に廃棄されていたというのが気になるね。ゼウスの皇帝書にも項目があった。バカな姉さんもテラードラゴンもいた。もしそのザキ家が復活しているのなら、ガイアメモリの皇帝は完了と見た。とにかく先を急がねば。そうだね。しかしこのフロアにゲートはないし、上に行く階段もないみたいだけど。そうだ、早速ルナメモリの出番だぜ。ここから上に登れそうだな。さあ、ルナジョーカーの出番だ。おとなしくしてな。本当に行くぜ。おら、どうだ。ようやく追いついた。とりあえず先に進めたしようか。よし、先を急ごう。セキュリティロックが解除されました。
者だろう。あの影は確かに仮面ライダー。このままじゃ危ねえ。急いで助けるぞ。俺が行くよ。頼む。俺は援護するぜ。テルイ、ベルトコンベアのスイッチを探してくれ。了解だ。さっさと終わらせるぞ。